ここで開演に先立ちまして、なまはげ太郎さんより皆様にご挨拶がございます。はい、どうもおめだじ。今日はいぐきてけだな。俺はなまはげの友達、なまはげ太郎だ。これからわらび座の公演を見てもらうども、その前にわらび座がある秋田県のことを紹介するべ。秋田県といえばまずは秋田犬。めんこいなー。きりたんぽ、うめえなー。そしてなまはげ、なぐわらしはいねがー。わらび座の近くには日本一深くて綺麗な田沢湖があり、乳頭温泉、玉川温泉と温泉もいっぺある。露天風呂さゆったり使って綺麗な紅葉を眺める、最高だな。そして秋は秋祭り。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている角館祭りの山行事が行われるんだ。武者人形を乗せた大きな引き山がお囃子を奏でながら町を練り歩くんだども、狭い通りで出会うと引き山同士をぶつけ合う山ぶっつけになるんだ。おいっさあ、おいっさあと、これがまた最高に盛り上がるのよ。今こうして話をしているだけで祭りの熱気がよみがえってくるな。そして秋といえばもう一つ、食欲の秋だな。さっき言ったきりたんぽ、うめえぞ。秋田の北の方さある大館という地域が本場なんだども、秋田はお米がうめえからな、県内どこでも自慢のきりたんぽ料理が食べられる。新米で作ったきりたんぽに比内地鶏、山の幸のきのこを入れたきりたんぽ鍋は最高だ。ついつい食べ過ぎでお腹パンパンだ。どうだ、みんな秋田さ行きたくなってきたべ。せっかくのご縁だもの、いつか旅行で秋田さ来てくれな。大歓迎するからよ。なまはげ太郎さん、時間です。おっと、本日の公演まもなく始まります。最後までゆっくり楽しんでくれ。へばなー。